今日年末最後の放送だからかな、皆さんメッセージくださってありがとうございます。まずはラジオネームトゥーパンプンさん、メール紹介していきたいと思います。舞さん、今年も1年お疲れ様でした、来年も楽しみにしていますと、メッセージありがとうございます。そして朝ね、出勤したらデスクに美味しいものが置いてあったんですが、トゥーパンプスさんからの差し入れだよっていうのを聞いています。ありがとうございます。この後ね、美味しくいただきたいと思います。